講義があったテーマセクター個別の材料で同一た銘柄小型株を中心に見てまいりました。アトラクティブストックスのコーナーです。はい、ということで材料ベースで見ていきましょうか。まずは、ちょっと立てる関連を後ほど 見たいと思いますが、そうですね、なんか何かしら動いている個別の小型の銘柄をね、いろいろ見ていきたいと思います。バリューコマース、日興証券が新規にカバレッジ開始ということで、買い推奨ですね。大幅高229円高2349円、 10.8% 上昇。こういうのを掴みたいですね。はい、まあ、ここら辺の価格で買えるかって言われたら買えないですから、もう随分前に仕込んでおくしかないっていうことなんでしょうけどね。あとは M3 とかですね、いいですね。野村が目標株価引き上げ発表しております。170円だから5200円、 3.4% 上昇で高値更新です。で、内需ディフェンシブの、まあ、比較的小型の銘柄が今日は物色されておりまして、日本 M&A センター、66円だから2980円、 2.26% 上昇です。この辺の、小文字がダメなんですよね。なんだよもう。こうか。あの事業証券関連みたいなのがやっとちょっと戻り始めたかなっていうところなんで、ちょっと今仕込みたいところかもしれません。M&A キャピタルパートナーズとかですね、ストライク。とか、ストライクはでもまあそこまで崩れてないのか。ストライク、あとは魅力情報サービス、ちょっと違うんですけどね、魅力情報サービスとか、はそろそろちょっと仕込みたいかなと思ったりしたりしなかったりしております。あとはなんか材料、意外と材料ベースってそんなないですかね。ソースネクスト、またそのポケトーク W みたいなのの、期待感が引き続きということで、今日5日、今独身じゃないのか、まあ、5日間こう結構飽きない伴って、おります。で、前の中1日ちょっと下落しましたが、今日続伸、2日続伸、20円高1030円 2% 上昇。あと、そうですね、下げたところ、ちらっとだけ、ロックフィールドが下げましたね。第一四半期の業績発表で大幅営業減益となりました。お惣菜、やっぱり厳しかったロックフィールド、104円安で1704円、5.75% 下落でした。あとは、あんまりいいのないですね。第2四半期の決算発表したピジョン、哺乳瓶ですね。170円高5460円、3.2% 上昇。第2クォーターの決算発表を受けて交換したっていうのもあるでしょうし、今日インバウンド関連が結構まとまった買いが入って、百貨店の売上高が結局良かったって話だったみたいですけど、関連した銘柄、まあ、化粧品関連とか、デイリーマーケット情報の方でも見ましたけどね。見てないところ、ポーラオルビスなんかも上昇、65円高 3991.66% 上昇。ではあるんですけど、ね、ファンケル190円高 5963.3% 上昇ではあるんですけど、さっきいろいろニュース見てたら、関西空港が水没とは言わないですけど、水浸しになってる。で、あれは、なんでしょうね。しばらく例えば関空が使えないみたいなことになってくると、やっぱり訪日外国人数とかにも影響出てくるし、で、それを嫌気したインバウンド関連の売りみたいなのも当然入ってくるんじゃないかなってことを思ったりとかして、まあ、百貨店売り上げ的には、その、ね、ここしばらくこう、なんでしょうね。自然災害とかっていうのが多かった割には良かったね。っていう話だったんでしょうけど、またちょっと一段懸念されるような話かなと思ったんで、まあ今日高いからやっぱりいいんだなって素直に買いに行けるかっていうとちょっと難しいのかなっていうのを、まあさっきミヤネ屋をちらっと見て思ったんですけどね。はい。あと、ジャパンエレベーターサービス。
9月10日で東証一部に指定買い。結構強いですよね。ジャパンエレベーターサービス。今日高値更新155円高3180円 5.1% 上昇です。あとはキャンバス。今日、バイオ系も結構良くて、キャンバス、抗がん剤候補化合物、抗がん剤候補化合物 CBP501 の用途に関する特許査定を受領したということで、20円高658円 3.1% 上昇。サインポスト JCB と共同でワンダーレジを利用した店舗支援の実証実験ということで160円高3220円 5.2% 上昇で、あと今日注目だったのは音響ですよね。アメリカのオーディオ技術の開発をしている会社と資本業務提携して第三者割り当たり700万株発行したということで、まあ希薄化云々もあるんだけれども、これで一つ大きな材料になったなと、好材料だったと見てあげていいんでしょう。音響の場合は16円高105円、18% 上昇です。そして好調続くワークマン、8月の既存店売上高発表しています。前年同月比 6.9% 増、ワークマンが強い、190円高6130円 3.2% 上昇。すごくこの夏暑かった。で、建設需要とか、そんな現場の作業員の方っていうのはやっぱり多くて、まあたくさん必要で、で、そんな中でこの暑さ、で、あの扇風機ついてる作業服とか、そういうね、そういうのはやっぱり買う需要っていうのは非常に強かったっていうことだったりするんでしょう。まあいろんな、あのね、朝早くからやっている、で、朝現場行く前に寄っていけるとか、そんなところも、ね、戦略も非常に寄与してってことなんでしょう。ワークマン、高値更新であります。トランザクション、代表とウェアラブルデバイスなどを用いた IoT ソリューションを共同開発ということで、まあ、小幅高です。戻されちゃいました。4円高1605円まで戻されました。0.25% の上昇です。そんなもんでしょうかね。では、どっから行きましょうか。立てる関連から見ていきましょうか。朝ちょっとしっかり見れなかったんで、まず立てる。今日も値段つきませんでした。300円安906円、ストップ安比例配分となっております。24.88% 下落。おととい、先週末の割値がここで、昨日ここ、今日ここであります。結構立てるをいいよっていう風な形でちょっと話をしていた時もあったんで、ちょっとこれで買ってしまった方もいるんですよ。で、やっぱり駿河銀行の問題が出たところで、売らなきゃいけなかったっていうことなんだと思うんですよ、立てるは。だから、一回推奨銘柄を私に聞いた人は、売るタイミングとかも聞いてほしいんですね、ちょこちょこね。で、推奨銘柄私が言ったけど、買ってるかどうか私は知らないことが多いんで、ね、持ってるって分かってんだったら、私は何かのタイミングで売りましょう、そろそろ売りましょうって言ったりしますんで、できれば言ってほしいんですよね。まあ、個別に聞いた方はっていう感じです。まあ、個別に聞いたか、まあ、個別に相談に来られた方みたいな感じになりますけどね。そんな感じなんですよ。なので、まあ、この辺でやっぱり、駿河銀行のあたりの話で売らなきゃいけなかったんですよ、立てるは。っていうところです。まあ、ここ、結構その移動平均線が収束しているところ、一気に下抜けてきましたんで、ここが売りのポイントだったんでしょう。そんな形で思っております。で、その関連、バッと見ていきましょう。GA テック、立てるの、子会社、まあ、大株主にタテルがいるということで、ここも大幅安となっております。1240円安、7800円、13.7% 下落、GA テクノロジーであります。あと、そうですね、シノケン、もう今日も安いはず、シノケングループ、94円安、1376円、6.4% 下落、プロパティエージェント、でも戻しました、2円安、1268円、0.16% 下落、じゃあちょっとこの辺か。カチタス95円安3210円 2.87% 下落。戻した銘柄もそれなりにありまして、アンビションなんか今日プラスですね。42円高1365円 3.2% 上昇。結構なんでしょうね、荒っぽい銘柄っていうか、アンビションなんか会社としては結構なんでしょうね、どう言っていいのか癖のある銘柄だとは思うんですが、意外と安定
収益安定化みたいなところを目指していて、あの不動産分野の中でも力を入れているのは管理件数を増やしたいというところですね。まあ、ストックの収益を増やしたいというそういうところだったりするので、なかなかイケイケの社長ではありますが、ビジネス的には結構手堅いというところを評価する動きで今日上がったのかなと勝手に推測しております。勝手に推測しているだけです。はい、っていうね、そんな格好で、結構この辺の関連がバーッと売られたりとか、若い不動産ベンチャーみたいな会社だったりとか、不動産テックみたいな関連の会社とかが売られております。結構不動産絡みの方にいろいろ聞いてみたんですけど、やっぱり建てるは、イメージも結構いい企業だったわけですよ。この不動産ベンチャーにしては。で、クリーンなイメージだったりもしましたんで、でそういうところがこういう事件があると、まあ、本当は、そのニュースに、報道に出てるたった一件なのかもしれません。その32万円を632万円に書き換えたみたいな、その一件だけなのかもしれないですけど、やっぱりクリーンなイメージだったですし、あの社長もなかなか爽やかなイメージだったですし、っていうので、ちょっとがっかりっていうね、その期待を裏切られたところっていうイメージは強かったのかなと思ったりもします。で、あと、まあ、アパート経営とマンション経営とか、マンション投資とかっていうのは違うんだよっていうふうに言ってる方もいらっしゃいましたしっていうところなんで、普通のマンション投資とかだとああいうことは絶対ありえないっていうか、それがなんでそういうのかよくわかんなかったんですけど、そんなことを言ってる方もいたんで、まあ、ちょっと全部が全部悪いわけじゃないんだよって、その周辺を持ってる方、に関しては全部が全部悪いわけじゃないんだけれども、まあ、風評被害的に売られちゃうのもしょうがないのかなっていう感じでありました。はい。で、建てるについてはちょっとまだしばらく、もうだって全然、板見たらもう、ちょっと、しばらくできねえなっていうぐらいの感じでしたもんね。まだ今日もこれだけしかできてないですから、今までこう、含み益抱えてた人たちが一斉に売りをかけてきた。で、これ100株単位なのかな？ちょっとわかんないですけど。違うか。一株単位か。17万1200株しかできない。で、あと57万株も残ってるし、成り行きの売りがまだこんなにあるしっていう、ね、そんなところですんでね。はい。ということでありまして、まだ全然厳しそうでありました。です。では、あとはですね。あ、アサヒインテックだけちょっと見たいんですね。私は、まあ、去年の推奨銘柄でありました、アサヒインテック。これは、9月21日で東証1部に指定外なんですね。今、東証2部なんですが、21日で1部に指定外、65円が4255円、1.55% 上昇です。で、今日ですね、今日は、推奨銘柄のうちの、まあ、ディフェンシブの小型銘柄が結構上昇してきた、していたりするので、バッと良かったところだけ見たいと。悪かったところは見ないと。今日はそんな形であります。ではですね、どっから行きましょうかね。ベクトル。ベクトル2円高2500円、あ、ちょっとしぼんでしまいました。2501円 0.08% プラスでありました。ベクトルはそんなでもないんですけど、ビジョンも良かったですが、ビジョンも良かった、9416ビジョン170円高5020円 3.5% 上昇、高値更新であります。あとはですね、アイスタイル、インバウンドが、まあ、百貨店売上高が良かったっていうところから、まあ、連想買いみたいなところですかね。化粧品、コスメ関連ということで、96円高1432円 7.2% 上昇、だいぶ戻ってきました。アイスタイルですね、やっとこれで、そうですね、4月16日の始め値ぐらいには戻ってきたかなというところです。あと PR タイムズ、 PR タイムズがやっとなかなかいいです。160円高3270円 5.14% 上昇と、この辺の小型内需の銘柄はなかなかいいんですけどね。ハーモニック戻ってこないですね。はい、ということで、あれが本当ガンなんですよね。まあしょうがないですけどね。はい、というところであります。ということで以上、アトラクティブストックスのコーナーでした。